それでは、ただいまより内閣人事局主催、令和5年度、第5回の国家公務員ガイダンスを始めさせていただきます。皆さん、秋も深まってきまして、ちょっと肌寒い日も続いておりますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私、本日、司会進行を務めさせていただきます、内閣人事局の佐山と申します。どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。あ、すいません。今回のガイダンスはですね、秋の国家公務員合同説明会と題しまして、5省庁、デジタル庁、国税庁、経済産業省、環境省、そして原子力規制庁、この5省庁から、各省庁でどういった業務を行っているのかとか、今後行われる採用関係のイベントについてご紹介していただくっていう企画になっております。1時間半ですね、6時半まで、ちょっと長いお時間ではあるんですけれども、皆さん最後までお付き合いいただきますようお願いいたします。では手短にですけれども、私の簡単な自己紹介をさせていただきます。改めまして、私、内閣人事局の佐山と申します。令和3年なので、2021年ですね。今、社会人3年目になるんですけども、もともと総務省から、出向で内閣人事局に、総務省に入省して、で、現在内閣人事局に出向して2年目の職員になります。で、国家公務員を志望した理由なんですけれども、私が就活をしていたのはおよそ2、3年前になるんですけれども、学生時代にいろんな経験をしまして、その中で留学をイギリスの方に1年間するっていう経験があったんですけども、イギリスでこう留学をしている中で、こう日本、自分の母国である日本という国をちょっとこう客観的に見つめ直すっていう機会がありました。で、そういった中で日本にすごくこう山積している社会問題に対して、政策というツールを用いてこう社会問題に解決していくっていう国家公務員の魅力にすごくこう自分もやってみたいなっていうふうに思ったっていうのがこう国家公務員を志望した最初のきっかけだったっていう経緯があります。で、今現在、社会人3年目でちょっと地方に赴任をしていた経験もございます。はい。では本日のガイダンスの流れを簡単にご説明させていただきます。まずオープニングで国家公務員にこう共通して言えるこう大きなミッションみたいなものをちょっと簡単にご説明した後に、合同説明会の本体、中身に入っていきます。で、順番はデジタル庁から国税庁、経済産業省、環境省、原子力規制庁の順番で、ご説明をいただく予定です。で、最後ご案内ということで、試験関係の情報だったりとかをお伝えする予定になっております。では早速なんですけれども、オープニングということで、国家公務員のミッションについて、簡単にですけれども、お伝えをさせていただきますと、そもそも国家公務員全体に共通して言えるミッションっていうのが、先ほども申し上げたように、日本にこういろんな社会問題というのが存在をしております。で、例えば少子高齢化だったりとか、それに付随して年金問題だったりとか、あと外交防衛上の課題点もありますし、あと経済成長だったりとか、あと環境問題、最近 GX っていうのもちょっとニュースで耳にすることもあるかなと思うんですけども、そういったあらゆるこう環境問題とか社会問題っていうのが山積をしています。で、本当にこう数多く存在する社会問題に対して、解決するためのアプローチっていうのは本当無数に考えられるんですけれども、その中から最良と思えるものを政策として考え、で、それを企画し、で、それじ、あの実際に実行に移していく。これが国家公務員のミッションというふうに考えられます。で、そういった社会問題を解決するにあたっての政策ツールっていうのは本当にたくさんあって、一番わかりやすい例としては法律っていうところなんですけども、この社会に対してこうルールをこう決めて皆さんに守ってもらうっていうようなツールもありますし、あとこの私が今まさにこうやって皆さんの前でお話しさせていただいているように、こう政府による広報っていうのも代表的な政策ツールの一つとして挙げられます。で、国の行政組織の一覧としては、こんな形になっておりまして、霞が関というか、国家公務員全体となって、こういったあらゆる社会問題に対して解決していこうというふうに、動いているところなんですけども、今回、そうですね、各省庁にとって、こう、役割分担をして、あらゆる社会問題に対して、こう、解決を導いていくっていうのが、
国家公務員の役割なんですけれども、今回のイベントで参加していただく省庁は、デジタル庁、国税庁、経済産業省と環境省、原子力規制庁と、このピンクのところになっております。で、いろいろ各省庁による業務内容も全然違うと思いますし、まあ、逆に、こう、共通点とかもあるかなと思うので、ぜひこれからのこの合同説明会聞いていただく上で、そういった業務の違いだったりとか、共通点についても、ちょっとこう、意識しながら聞いてみると面白いんじゃないかなと思っております。はい、それでは早速なんですけれども、合同説明会の方に入らせていただきます。この順番で、はい、お話しいただきますので、早速なんですけれども、はい、デジタル庁の池田さん、ご説明の方よろしくお願いいたします。資料の共有も合わせてお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。ちょっと資料の方共有させていただきます。皆さん、改めまして皆さんよろしくお願いいたします。200名弱ぐらいの方々がご参加いただいて嬉しいなと思っておるんですけども、今日は短い時間ですが、デジタル庁とか国家公務員について少しでも皆さんに興味を持っていただけたら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、申し遅れましたが、私、デジタル庁で採用担当をしております池田と申します。簡単にちょっと私の自己紹介させていただきますと、私はですね、自治体から出向できている形になっておりまして、今年の4月にですね、奈良県庁の方から出向できている形になります。で、県庁の方では統計分析課というところで、まあ、主に統計調査業務というものを担当しておりまして、まあ、この4月にデジタル庁に来て、人事の周りの、まあ、採用であったりですとか、あとはインナーコミュニケーションといったような、まあ、組織の文化を浸透させていくような業務を担当しております。早速ですが、業務のデジタル庁についてちょっと説明させていただけたらなというふうに思っております。最初の方、前半の方はですね、デジタル庁について概要とか少しお話しさせていただいて、後半でですね、これからデジタル庁でも採用イベントとか多く行っていきますので、そちらのご説明させていただければなというふうに思っております。まず組織の概要について説明させていただくんですけども、まあ、デジタル庁はですね、2021年9月に設立した官庁の中では新しい組織の方になっております。で、私自身も4月にデジタル庁に入庁したというお話させていただいたんですけども、まあ、同じ4月に200名ぐらいの職員が入庁していたりですとか、あとデジタル庁民間から来ている職員も多くおりまして、まあ昨日もですね、まあ、11月1日ということで、まあ、30名ぐらいの職員が新しく入庁していたりとかしていまして、まあ、現在、1000名ぐらいの職員が在籍しておりまして、規模が急拡大している組織の方になっております。デジタル庁の職員として、まあ、実際に直接採用されている、まあ、プロパーの職員というのが、まあ、現在1期生、2期生という形でおりまして、まあ、合計で約50名程度ほどおりまして、まあ、残りの950名程度は、私のような自治体から来た、職員であったりとか、まあ、省庁出身の方々っていうのが約半数程度ですね。で、あとは、民間からもすごく、専門的な知識を持った方々がジョインしている組織になっておりますので、まあ、そちらは日々通年採用という形で行ってて、日々職員数が増加しておりまして、まあ、今では約5割の職員構成の方になっておりまして、バックグラウンドが多様な組織の方になっております。業務内容についても、まあ、規制制度改革とか、まあ、デジタル共通基盤の構築であったりとか、まあ、フロントサービスの設計とか幅広く行っております。デジタル庁の組織の体制については下の画像の通りになっているものですけども、まあ、内閣総理大臣直下に、まあ、河野大臣ですね、河野デジタル大臣がおりまして、で他の省庁とかだと、まあ、縦割りで業務ごとに部署が分かれていることが多いと思うんですけども、まあ、デジタル庁は大きく4つのグループに分かれている形になります。で、まあ、戦略組織グループとかいう形で分かれておりまして、まあ、その中でグループの中で、まあ、全部で200チームぐらいのプロジェクトが、まあ、日々動いていて、まあ、それぞれのプロジェクトに応じて、まあ、業務を行っていっているというような形になります。専門性とか、まあ、背景の異なる多様な人材が集まるデジタル庁になりますので、まあ、職員全員の共通の目的とか目標を持って一丸となって業務に取り組めるように、まあ、デジタル庁発足時に組織の行動指針ですとか、まあ、意思決定の拠り所となるようなミッション・ビジョン・バリューというものを策定しております。
のこちらですね、まあ、複数回にわたるワークショップを通じて、まあ、職員からバリューにつながるアイデアっていうのを何百個と集めて策定した形にはなるんですけども、まあ、ミッションが誰一人取り残されない人に優しいデジタル化をということで、まあ、この組織が最終的に何を目的にするのかといったものを規定したものになります。で、ビジョンがですね、組織として、まあ、どういった姿を目指していくのかっていうものを決めたものになっております。で、バリューが一人一人のために常に目的を問い、あらゆる立場を超えて成果への挑戦を続けますということで、まあ、いわゆる行動規範ですね。まあ、この組織でまあどういう姿勢で行動がっていうものが推奨されるのか決めたものになっております。でまあ、多様な出自とかバックグラウンドを持った方々が集まっている組織なので、まあ、同じ方向性とか同じ評価のもとで、まあ、できるような形で明文化したものになっております。続いて、まあ、設立当初のコンセプトということで、まあ、デジタル庁ができた目的のお話になるんですけども、まあ、やっぱり大きいのはコロナ禍がありまして、まあ、当初とかはやっぱり役所とかでも、まあ、リモートで会議すらできなかったりですとか、あとはまあセキュリティポリシーとかがあったりするので、まあ、デジタル化を、すべてがデジタル化を遅れているからっていうわけではないんですけども、まあ、役所間でまあ断絶されているような状況があったりですとか、まあ、あとは国全体でいうと10万円給付とか、まあ、あったりしたかなと思うんですけども、まあ、それも銀行口座の入力化が始まって、いろいろと手作業があったりですとか、まあ、自治体の方々にご負担をおかけして、まあ、規模の大きさとかもあるんですけども、まあ、処理の仕方とかがそれぞれの自治体で、まあ、バラバラであって、うまく立ち行かなかったりとかして、まあ、そういったところをもう少し共通してできたらいいんじゃないかということで、まあ、デジタル庁ができた形になります。やっぱり日本の省庁とか、まあ、自治体とか、まあ、管轄意識とかが根強かったりですとか、まあ、それぞれ個別の、まあ、情報システムとかを構築していたりするので、まあ、その際にやっぱり問題になるところは省庁とか、まあ、自治体をまたいだデータのやり取りっていうのがスムーズに行えないっていうことになるので、まあ、それで相互にデータが共有できなければやっぱり業務効率とかが悪化したりですとかつながってくるので、まあ、そういったところでデジタル庁では行政サービスをですね安全で効率的にまあ提供するための仕組みの整備とかを目標にして、まあ、デジタル庁が司令塔 となって省庁を横断した取り組みを進めていこうということで、まあ、デジタル庁ができた形になります。でまあ、やっていることとしては徹底した UI、UX、国民向けのサービスの実現であったりですとか、あと、まあ、皆さんよく知っているマイナンバーとかマイナンバーカードとかの、まあ、デジタル社会共通機能の整備普及であったりですとか、あとはデータ戦略っていったようなところも進めていっている形になります。政府のデジタル戦略とか、あとはデジタル庁にも一番上に書いてあるんですけども、まあ、重点計画っていうのを定めておりまして、まあ、そういったものがある中で、まあ、デジタル庁全といったような、国民の皆様に届くサービスをいかに使いやすいものを提供できるかっていったようなところをですね、追求させていただいている形になります。2つ目がですね、デジタル基盤整備による成長戦略の推進ということで、まあ、アナログな部分の法律の見直しっていうのをデジタルの観点で行っていったりですとか、あとは準公共分野の取り組みっていったようなこともですね、行っております。3つ目が安全安心で強靭なデジタル基盤の実現ということで、まあ、DX 推進していくって言っていうことで言っているんですけども、まあ、セキュリティ上大丈夫なのかっていうことで、まあ、政府としてもガバメントクラウドとかを整備して、まあ、デジタル庁としても、まあ、自治体とかを含めてその中にシステムとかアプリケーションとかを入れていきながらデジタル化を進めるというようなことをですね、行っていっている形になります。デジタル庁ですね、まあ、さまざまな業務とかのだけではなくてですね、まあ、多様な価値観とかバックグラウンドを持つ職員が集まっている組織になるので、まあ、組織体制とか組織文化づくりっていうのもですね、まあ、柔軟性を持って取り組んでいっているような形になります。で真ん中のところに書かせていただいているんですけども、まあ、一つでご紹介させていただくと、まあ、オールハズミーティングっていうものがあります。こちら私も運営として、まあ、携わらせていただいているんですけども、河野大臣からですね、まあ、政務三役含め幹部から一般の職員の方々まで全員が参加できる、月に1回開催しているミーティングの方になっております。で、つい一昨日ぐらいも開催した形にはなるんですけども、まあ政策であったりですとか、まあ、戦略とか、まあ、組織に関することとかですね、のテーマを中心にですね、まあ、毎月ホットトピックを取り上げて、まあ、デジタル庁の方向性っていうのを全員が理解する機会として、まあ、全職員が参加するミーティングを実施しております。あとはですね、ご紹介したようなミッションビジョンバリューを体現した職員とかですね、
プロジェクトを表彰して、まあ、互いに称え合う機会とかも設けたりとかもしております。でまたですね、デジタル庁では情報共通ツール、スラックっていうですね、コミュニケーションツールも導入しておりまして、リモートワークとかでもですね、問題なく職員が出勤できるような形でコミュニケーションが取れるような形で構築したりもしています。すごくテレワークしている職員が多くてですね、もう感覚的にはもう毎日半数ぐらいの職員は、まあ、テレワークしているんじゃないかっていうので、まあ、会議とかもオンラインが、まあ、普通になっていますし、まあ、そういった形で、まあ、働く環境っていうのも整えていっているような形になります。まあ、こういった形でですね、まあ、さまざまな取り組みを行いながらですね、まあ、一人一人のニーズに合った多様な幸せを実現できる社会っていうのをデジタル庁では目指していっているような形になります。で、ここからではですね、少しお話変わりまして、今後の採用イベントについてちょっとご紹介させていただけたらなというふうに思っております。でまずですね、ビギナー向けっていうことで、まあ、今日少しお話しさせていただいてるんですけども、まだまだデジタル庁ではについてさまざまな政策を行っておりまして、今日ご紹介できなかったことたくさんありますので、まあ、今日は初めてデジタル庁のことを説明聞くっていう方とかも多いかなというふうに思っておりますので、まあ、ぜひこういった説明会に参加していただけたらなというふうに思っております。一つ目がですね、採用担当と語る会ということで、こちらがカジュアルな会になっておりまして、まあ、採用担当ですね、まあ、入庁後の生活であったりとか、まあ、職場の雰囲気とか、まあ、あとは仕事のやりがいとかですね、まあ、ざっくばらんにお話しする会っていうのを実施する予定になっております。で、こちらも申し込み始まっておりますので、オンラインで行いますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、ご参加いただけたらなというふうに思っております。で、2つ目がですね、ビギナー向け説明会ということでですね、まあ、こちらは説明会が中心になっております。で、デジタル庁の概要とかですね、まあ、業務についても、まあ、様々ありますので、まあ、マイナンバーカードだけではなくて、まあ、アナログ規制の改革であったりですとか、も行っておりますので、まあ、そういったところの、まあ、ご説明させていただいたりですとか、まあ、あとはデジタル庁のキャリアパスのご紹介をさせていただいたりとか、まあ、他の官庁にはないユニークな組織文化の紹介とかも行わさせていただきますので、まあ、こちらもぜひご参加いただけたら嬉しいなというふうに思っております。続いてですね、まあ、理系とかテック系の、まあ、知見を業務で生かしたいと考えている方々に向けてということで、まあ、テック系人材と語る会ということで、まあ、2回ほど、イベントを実施する予定になっております。やっぱりデジタル庁は理系のイメージが強いかなと思うんですけども、まあ、そういった理系のバックグラウンドを持つ職員がデジタル庁でどのような活躍を行っているのか知りたいという方々もいらっしゃるかなと思うので、まあ、実際に現場を担当する職員の方々にですね、まあ、登壇していただいて、まあ、業務説明を行っていただいた後に、あとは座談会の方も実施させていただこうというふうに思っております。で、1回目がですね、政府共通の業務環境を導入するようなですね、GSS、ガバメントソリューションサービスっていうもののお話をさせていただきます。こちらはデジタル庁のオフィスで対面で行いますので、まあ、もしお時間ある方とかいらっしゃいましたら、ぜひオフィスにも来ていただけたらなというふうに思っております。第2回がですね、まあ、法制事務のデジタル化ということで、まあ、こちらも現場を担当する職員の方から、まあ、実際に業務内容の説明をしてから、まあ、何か聞きたいこととかがあれば、ざっくばらんにお話できたらなというふうに思っております。最後ですね、こちらは各省庁さんで、まあ、行っている形になるんですけども、まあ、公務研究セミナー円滑に稼ぎということで、こちらもデジタル庁でも実施させていただきます。こちらはですね、まあ、対面でデジタル庁のオフィスで行わさせていただく形にはなるんですけども、まあ、他の普段の、まあ、組織とか概要の説明に加えまして、まあ、2つほど大きなトピックを設けておりまして、まあ、1つはですね、まあ、デジタル庁をですね、まあ、民間から採用した、それぞれの分野の優れた専門家ですね、CXOというのものがおりまして、まあ、その方々からですね、まあ、実際にデジタル庁について、まあ、どういったことを考えているのかということですね、メッセージをいただきたいというふうに思っております。あとはですね、パネルディスカッションということで、まあ、多様なバックグラウンドを持つ職員がいるデジタル庁のユニークな組織を、まあ、実際に体感していただこうということで、官民プロパーの職員によるですね、パネルディスカッションを実施したいというふうに思っております。
またですね、実施といった形で実際にデジタル庁に来て、まあ、職場の雰囲気とかをですね、まあ、体感していただけたら嬉しいなというふうに思っております。最後になるんですけども、まあ、その他にもですね、デジタル庁随時イベントの方を実施しております。で、そちらはですね、その都度ホームページの方を更新しておりますので、ご興味ある方いらっしゃいましたら、デジタル庁のホームページご覧いただけたらなというふうに思っております。あとですね、デジタル庁の公式のノート記事っていうものもありますので、そちらも合わせてご確認いただけたら嬉しいなというふうに思っております。でですね、皆さんから一番よくいただく質問といたしまして、デジタル庁ってやっぱり理系の方しか入れないんですかとか、まあ、プログラミングの知識とか必要ですかっていうのも、まあ、今日の事前にいただいた質問の中で、まあ、いただいたりもしていたんですけども、デジタル庁はですね、入っていただくと、まあ、デジタル物系理系関係なくデジタル事務官っていう形で、まあ、採用される形になります。で、それぞれやっていた理系文系関係なく採用活動も行っておりますので、ぜひプログラミングとかの知識もなくてもですね、まあ、入ってから学ぶ環境っていうのがすごく整っている形になりますので、まあ、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、また今後の説明会とかにお越しいただけますと嬉しいなというふうに思っております。では、駆け足になってしまいましたが、私からの説明の方は以上とさせていただきます。ありがとうございます。はい、池田さん、ありがとうございます。今、チャットでも結構たくさん質問いただいているところなんですけれども、池田さん、清水さんの方が答えて、そうですね、回答ね、別でチャットの方で、はい、させていただいているかなと思いますので、ありがとうございます。池田さん、ご自身も4月に来られて、来られたばっかりだったんですね。そうですね。本当に、プロパー職員がかなりのマイノリティで、本当に出向者の方だらけで、雰囲気としては、はい、そうですよね。なんか、雰囲気としては、そう、奈良県庁の雰囲気とデジタル庁の雰囲気、どんな違いがあるかとか、ありますかね。結構違います。すぐやっぱりその環境から全く違うなっていうのは思っていて、まあ、私の奈良県庁の方ではまだやっぱり過失ごとに分かれてたりとか、うん、まあ、今デジタル庁フリーアドレスなんですけど、県庁の方はまだ、ね、今ちょうどフリーアドレスに向けて動いている真っ只中っていう状況になるので、もう働く環境から、まあ、デジタル庁はもちろん座る席は自由で、まあ、全部部屋とか分かれてないので、まあ、すごいその環境がオープンで、まあ、人に聞きやすい環境だったっていうのはすごく感じましたね。あとは、まあ、すごい本当にいろんな出自の方がいらっしゃるんですけども、はい、皆さん自分の担当業務以外のことにも積極的にいろいろコミットしてくださって、まあ、聞いたらすごく親切に丁寧に教えてくださるので、で専門的な知識とかも、もう惜しみなく教えてくださるのはすごく入った当初からありがたいなというふうに感じています。やっぱデジタル知識なくてちょっとこう不安に思ってる方、そうですね、学生さんたくさんいらっしゃると思うので、そういった方にとってもこう聞いて、職場で何かあればこう聞いて相談に乗ってくれる周りの方がいらっしゃるっていうのはなんかすごい大きいなって思います ね。そうですね。あと働き方の方とかも、はい、多くいらっしゃるので、ああ、そうなんですね。それぞれ、はい、現場で活躍されているので、はい、全然その最初はデジタルの知識とかなくても全然大丈夫かなというふうに思います。ありがとうございます。事前質問でもなんかプログラミングなどの資格を持っていないとちょっと応募できないじゃないですか、応募は難しいですかとかっていうご質問があったんですけども、うん、そういうわけではないっていうことですかね。そうですね、入っていただく段階でマストで必要ってわけでは全然ないので、まあ、ね、もちろん持ってる方はそれぞれそちらで活かしたりとかはしますけど、うん、まあ、なくても全然大丈夫っていう形にはなります。ありがとうございます。まあ、デジタル化って今すごいもう政府喫緊の課題で、かなり熱い政策分野でもあるので、まあ、デジタル庁のこういったミッションにこう共感していただける方は、ぜひ最後の方でイベントも何個か紹介していただいたと思うので、積極的にイベントに参加してみていただければ、もっと深掘りしてデジタル庁のことを知れるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。池田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そうしましたら続きまして、チャットの方は、
清水さん、デジタル庁の清水さんの方で答えていただけますので、そうしましたら国税庁さんお願いいたします。あ、こんにちは、国税庁です。あ、こんにちは、お願いします。どうでしょうか。音声大丈夫そうですか。あ、はい、大丈夫です。あ、資料の共有をお願いいたします。あ、はい、大丈夫です。はい、はい、こちら始めさせていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、私国税庁長官官房人事課で、企画係ということで、あの総合職の採用担当しております。で、本日は総合職の説明と、隣におりますあの専門官の、採用担当の中からあのご説明をさせていただきたいと思います。まず最初に総合職の魅力についてということで私から説明をさせていただいた後で、国税専門官の説明という形にさせていただきたいと思います。ちょっと時間もないので早速始めていきたいと思うんですけれども、まず国税庁とはということで、あの国税庁の機構について簡単に説明をさせていただきたいんですけど、国税庁は財務省の外局ということで、あの存在してはいるんですが、その人数は5万6000人ということで、財務省の約8割を占める職員が国税庁に所属しております。で、国税庁総合職は、国税庁の本庁にあの採用されるんですけれども、その5万6000人のうち約1000人ですね、国税庁の総合職というか、国税庁本庁で働く職員になります。で、総合職の職員は、その本庁の中でも約200人弱、まあ、しかいないとあのいうふうに感じられる方もいるかもしれませんが、約200人が総合職として働いているということです。残りの5万5800人ぐらいは、国税専門官として、後で説明 していただきますけれども、税のプロフェッショナルとして働く方々が、あの、まあ、残りを占めているということです。で、じゃあ国税庁本庁と、国税局、税務省、どういう仕事の違いがあるのかということなんですけれども、基本的には国税庁の職員が直接調査に行くということは ありません。じゃあ何をしているのかというと、国税庁はどういうふうに現場がうまく回るのかということを考える場所なんですね。なのでここに全国的な運営方針を策定という形で書いてありますけれども、国税局であったり税務署で行う調査が、調査徴収の事務がどういうふうに効率的に効果的に行われていくかというのを考えている、いわば組織のブレーンとして働くというのが国税庁本庁の仕事になります。で、総合職はその中でも幹部になるスピードが早かったりするので、そのブレーンの中でもまさに意思決定を担っていく立場にあります。で、国税局、税務署で、に出向する機会もたくさんありますので、そういったところで感じたいろいろな課題を国税庁に持ち帰って、実際の政策立案を行って執行の現場に還元していくということが国税庁総合職に求められる力です。で、200人しかいないんですね。とはいえ国税庁の中でも200人しかいなくて、残りの800人はその国税局税務省からえりすぐられたまた800人の専門官の方々と一緒に働くということになっていくんですけれども、彼らはまさに現場で感じた課題をそのまま国税庁に持ってこられている方、税務のプロフェッショナルとして働く中で感じた課題っていうのを国税庁で一緒に考えながら、現場の改善に生かしていくということで、非常に現場との距離が近いんですね。それがまた国税庁の、で働く魅力なのかなというふうに思っております。で、国税庁が使命として、持っている、使命があるんですけれども、税金ってめちゃくちゃ大事なんですよ。税がなければ国の政策っていうのは一切回らなくなる。国の予算の、8割を占める税収を、適正に確保するというのが国税庁の使命なんですけれども、こうやって自発的に納めていただかないといけないんですね。これを勝手に取りに行ったりとか、待ってたら勝手に入ってくるわけじゃないので、これを適正かつ円滑に実現していかなきゃいけないというのが国税庁の使命になります。
これどうやって今やろうとしているのかっていうと、とにかく、じゃあ税ってどうやって納めたらいいのかわからないよね。じゃあ納めようとしてもどうしたらいいのかわからないよね。そういった時に、まあ相談を受けたり、相談を受けなくても自分で調べようと思った時にすぐわかる。税の手続きをもっと便利にわかりやすくしていこう。ということで納税環境の整備をしていったりとか、まあ自分が納めてるのに、納めてない人が他にいたら納める気なくなっちゃうよね。だから、適正公平に課税徴収していきましょう。法令は厳正に適用していきましょう。で、納めてない人がいたら、しっかりと税務調査をして、しっかりと納めてもらいましょう。で、これ、ルールを守らない者には、毅然と対応していきましょう。ということを、2本柱としてやっていきます。これを、いかに効率よく、効果的に現場が回っていくようにするか考えるっていうのが、国税庁の仕事になります。で、まあ、そういう、まあ、霞が関って言われると、なんとなくこう、ワークライフバランスが保たれていないのではないかというような不安を覚えられる方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、そんなことはなくて、まあ、見ていただければ分かると思うんですけども、大体まあ、おしなべて平均すれば、まあ、忙しい時はこれを超えちゃう時もあるけど、7時とか8時ぐらいには帰れる環境ですし、もう今年のね、夏休みも私10日取れたんですけれども、そういうふうに、まあ、中央省庁の中では比較的ホワイトな職場なのかなというふうに自負をしております。ちょっと駆け足になっちゃいますけれども、国税庁に入るとじゃあどういうキャリアパスを歩むのか、歩んでいくのかということなんですけど、見ていただくと分かるように、私、国税庁で入庁したんですけれども、その後、酒税局に行ったり、財務省酒税局、法律を作るところですね、に行ったり、税務署の現場で確定申告の対応をしたり、まあ、そこでいろんな納税者の方々と触れ合ったりして、まあ、いろんな課題を感じて、で、それをまた国税庁に持って帰ってきて、で、企画課の係長として、またその、税制改正だったりとか、税務行政のデジタルトランスフォーメーション、デジタル化に携わったりとか、まさにこの短いキャリアパスの中でも、現場で感じた課題を本庁に持って帰ってきて、政策立案の糧にするというパスは歩めて来ているんですね。で、留学も去年行かせていただいて、今は国税庁の魅力を皆さんに伝える仕事をしているということです。で、まあ、今後、どういう仕事をしていけるのかというのは私もまだわからないんですけれども、それぐらい100人100用のキャリアパスがあります。財務省酒税局で働いたりとかですね、国際機関で勤務をしたりとか、国税局の幹部として、現場の最前線のマネジメントに携わったり。あとは、先ほどご説明いただきましたけど、デジタル庁とか金融庁、内閣府に出向をして、ただ税をベースとして、根っこは税にあって、どういうふうに税制を変えていくかっていう観点から、他省庁に出向して税を武器に働いていくということも、キャリアパスの一つとして、あります。で、こういうキャリアパスを歩んできた職員たくさんいるので、ぜひ話を聞いていただきたいということで宣伝なんですが、税務行政研究セミナーという銘打って、まあ、本庁の会議室でやるんですけど、オンラインも併用でやりますので、ぜひ遠方の方もね、参加していただけたらなというふうに思います。で、公務研究セミナー、先ほどデジタル庁の方からも説明ありましたけれども、ちょっと時間が完全に被ってしまっているんですが、第1回はデジタル庁、第2回は国税庁っていう形で来ることも可能ですので、ぜひ参加していただけたらなと思います。税制改正とかね、国際交渉とか現場のマネジメント、本当にいろんな経験をした職員がいますので、彼らからの熱い話をぜひ聞いていただけたらなと思います。またですね、うちの人事の室長が、東大で緑会というところで説明を行うことも予定してますので、ぜひ、来ていただければなというふうに思います。で、セミナーの予約、ちょっと予約が必要になってきます。なので、こちらの、QR コードからですね、ぜひ読み取っていただければなと思います。ちょっとちっちゃくて見づらいかもしれないので、ちょっと大きくしました。同じ QR コードです。ぜひ今、ちょっと読み取ってですね、こんなページがあるんだということで、知っていただけたらなというふうに思います。すいません、ちょっと駆け足になっちゃいましたが、そして時間を大幅に 超過してすいません、奈良さん。よろしく、お願いします。引き続きましてですね、専門職の方のご説明をさせていただきたいと思います。私、国税庁の人事課での試験係というところで、国税専門家メインとして専門職の採用担当してます、中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。もう短い時間ではございますので、大きくポイントを絞ったところでですね、今回ご説明させていただきたいと思います。
先ほどもちょっと、冒頭ご説明ありましたが、私、専門職でございまして、採用から、大半をですね、税務署というところで、主に税務調査を中心にずっとさせてもらってきました。で、今年の7月にですね、国税庁に来たというところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。では、国税専門官ですね、もうポイントを、主なポイントということで、お伝えしたいことはもうたくさんあるんですけれども、今回特にこの2点というところで、ご説明したいと思います。1点目はですね、国税専門官、こちらはですね、もう税のスペシャリストという点でございます。そして2点目、こちらですね、当庁、スペシャリストになるための充実した研修制度、こちらが設けられておりますので、何の心配もなくですね、ぜひとも国税専門官がご希望される方におかれましてはですね、ぜひとも来ていただきたいという、この2点をですね、ご説明したいと思います。特にこの研修制度につきましてはですね、もう大変恐縮ですが、他の省庁にも負けないぐらいの研修制度を持っていると、我々は思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではそれぞれですね、簡単にご説明させていただきたいと思います。まず税のスペシャリストという点でございます。こちらですね、大きく3つの顔ということで、挙げさせてもらいました。1つ目が、要は滞納されている方、税金を納めていない方につきましてですね、滞納税金を督促したり、滞納処分とか納税指導を行うという国税徴収官ですね。こちらしっかり滞納されている方の状況を聞きつつですね、やはり納税に対して、誠意のない方につきましては、例えば、強制執行としての滞納処分、差し押さえとかを行う者でございます。で、次がですね、国税調査官と挙げさせてもらってます。こちらの会社とか個人の事業をされている方に対してですね、調査とか申告指導を行ってます。で、私、税務署経験10年、ぐらいになるんですけれども、この会社の調査をずっとさせてもらってました。そして3点目、こちらが国税査察官でございます。こちらですね、もう強制調査、裁判所から令状をですね、実際に取って、大口悪質な脱税者に対してですね、強制調査を行って、で、数年かかって告発をして、最終的に刑事罰をかけるという職でございます。大きく分けますと、このこちら3つの顔でございます。で、では採用後のですね、先ほど申し上げました2点目として挙げましたけれども、スペシャリストになるための研修制度はどうなっているのかという点でございます。まず採用後ですね、3ヶ月間、専門官基礎研修というのを受講していただきます。そして、税務署に配属をされますと、今度は個人、会社の担当とか個人事業の担当となった場合に、それぞれ専攻のですね、となる税法の研修、こちらを受けていただきます。そして、おおむね3年程度の税務署での実務経験を経まして、専科研修、こちらを7ヶ月受講していただくと。で、こちらはですね、ゼミ的形式等を通じてですね、税法等に対して深く理解をしていただける研修となっております。で、研修生が終わりますとですね、今度はまだ希望ですとかというのを踏まえましてですね、専攻か国際か研究かといった形でさまざまな研修を受けるステージがございます。で、こういった形でですね、さまざまな研修を受講いただきましてですね、税のスペシャリストになっていけるものと確信しております。実際その他ですね、通信研修につきましてもですね、かなり充実しておりますので、心理とかそういったのをちょっとやっぱりこう法律面かなという方につきましてはですね、こういった研修をぜひぜひ受けていただくこと可能でございます。で、実際この採用された後、約30年ぐらいになるんですけれども、採用されたらですね、どんなキャリアプランがあるのかというところでございます。まずやはり1年目はですね、調査徴収事務、外部事務をしていただいて、まあ、税務署で、勤務していただくと。で、まあ、5年目、国税専門家だと5年目以降ぐらいでから、実際に税務署等で習得した調査徴収技法をですね、国税庁とか局とか国税局とか幅広いフィールドの中でですね、発揮していただくと。そしてやはり20年目以降、まあ、ご希望等の状況もあると思いますけれども、国税局とか税務署の第一線で、もうマネジメントですね、部下職員の指揮、指導をしていただくと。そして、まあ、最後の方ですね、になりますと、今度は税務署長とか、そういった本当の税務署の幹部として、税務行政の舵取りを行っていただくということで、キャリアプランはですね、まあ、人それぞれだと思いますけれども、まあ、いろんなこうキャリアプランがございます。我々ですね、国税のですね、専門職、まあ、一般職も含めてですけれども、総合職、専門職含めて、我々の国税はですね、本当に国の財政を支えるというですね、大きな役割を担っております。
そして税収というですね、歳入勘定としての責務を負って、プロフェッショナルとしての誇りを持ちつつ、世の中のやはり公平性を守るという正義感、こちらをですね、強く熱いものを持ってですね、公平な世の中を作る志というものをですね、常に持った上で、職務に当たらせてもらっています。本当にですね、こういったどんな仕事、この仕事したいとかですね、国税で実際仕事をしたいという方につきましてはですね、研修制度も揃ってますので、ぜひぜひ受験いただいてですね、一緒に働けたらなと思っております。で、駆け足でございますが、事前に質問をちょっといただいておりました。まず今後の説明会でございますけれども、QR コードを付けさせてもらってますけれども、国税庁公式の X、旧 Twitter でですね、説明会の実施状況をこちら発信してますので、ぜひぜひご参加いただければと思っております。また勤務先ですね、移動がどうなのかということがありました。まあ確かにですね、移動が全くないというわけではないんですけども、まあ毎度毎度引っ越しになるとかですね、そういったこともございませんし、引っ越し先でですね、最初冒頭申し上げました、国税の組織5万6000人というですね、一つのまあ仲間という職員がおります。そこで新たな方と出会えると、いろんな先輩後輩と出会えるということの、メリットもですね、十分に私はそれは感じてきたところでございますので、そこはまあ、ありますけど、そういったメリットもありますということでお伝えしたいと思っております。あと仕事のやりがいでございますが、もう私ずっと会社の調査してきたんですけれども、厳正な課税処分を実際した結果ですね、納税者の方が本当に真摯に反省して、次回以降適正な申告をしたということがたくさんありました。そういったところからですね、やはり申告納税制度、税制のですね、根幹でも言える申告納税制度に対してですね、貢献できたと思っているところが一番のやりがいでございます。すみません、駆け足で早口になってしまいましたが、以上で国税庁の説明の方を終わらせていただきたいと思っております。どうもありがとうございました。はい、国税庁の後藤さん、中さん、ありがとうございました。まさに税金というのはこう政策を実行する上で必要不可欠であり、まあ、その国の財政の根幹を支えるという国税庁のミッションに共感いただける方も結構多いんじゃないかな、学生さんの中でも結構いらっしゃるんじゃないかなと思っておりますので、またぜひね、X、Twitter の方もぜひちょっと QR コードを読み込んでいただいて、今後の説明会とか積極的に参加していただければいいかなと思っております。で、Q&A の方で結構たくさんご質問いただいてるんですけども、後ほど後藤さん、中さんの方からでもいいですし、事務局の方でもよろしいので、ちょっとテキストの方で回答していただけると大変。いただきます。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。バンバン回答しちゃってます。資料の投影を共有をストップお願いします。はい、ありがとうございます。そうしましたら続きまして、経済産業省の末政さんと長谷川さん、お願いいたします。経験者採用の回答でした。まだです。経験者採用の、すいません、国税庁の方ですかね。ミュマイクがオンになってしまっているので、ミュートにしていただきますようお願いいたします。はい、経済産業省でございます。皆さん聞こえてますでしょうか。はい、大丈夫です。はい、それでは15分間ですね、経済産業省の説明、進めさせていただきたいと思います。本日は総合職の採用担当をやっております私末政と、一般職の採用担当をやっております長谷川の2名で、一体感を出しながらですね一気通貫した、プレゼンテーションをさせていただければと思いますので、ぜひお聞きいただければと思います。で、最初に簡単に自己紹介だけさせていただきます。改めまして、私、末政と申しまして、今、総合職採用担当で、経産省新卒で入省しまして、12年目ということなので、今お聞きになってくださっている皆さん、まあ、就活生の方が多いと思うんですけれども、ちょうど干支が一周してるぐらいの、まあ、おじさんと思っていただければと思います。はい。で、私がやってきた仕事っていうのは、下の方にこう年表のように書いてますけれども、私、この夏にですね、米国、アメリカのロサンゼルスから帰国をしたばかりでして、直近2年間はアメリカで留学をさせていただいておりました。で、留学中は2年間で、公共政策の修士と、あと MBA という経営学の修士の2つを取ってきております。
で、さらにその前の3年間もですね、これ自分で立ち上げから携わった、経産省がこう作った投資ファンドというのがありまして、ここもだからなので、私が霞が関ではなくてですね、丸の内の、オフィスビルで、投資活動を、3年間やっていて、こう日本の将来に必要なスタートアップですとか、あるいは必要なこう、事業再編、そういうものに、投資をしていくというような仕事をしてたりですとか、その前は大臣官房総務課というところで、こう経済産業大臣週に2回こう記者会見で世の中にメッセージを発していくんですけれども、そうしたメッセージの内容とかタイミング、戦略作り、そういった、まあ、大臣に一番近いところでこう仕事をするというようなことをやっていたりしました。はい、それでは長谷川さんにバトンタッチします。はい。改めまして、長谷川玲香と申します。よろしくお願いいたします。私はですね、一般職技術系で経済産業省入省しました。で、今年でもう8年目の職員になります。で、大学時代は、バイオの研究をやってたんですけれども、もっとその自分の専門性の幅をですね、もっと広げて、まあ、いろんな産業に携わるような仕事をしてみたいなっていうところで、ちょっと経済産業省に出会ったっていう感じです。で、経済産業省に入ってからはですね、本当にいろんな産業界を転々としてるんですけれども、振り出しでは、情報処理振興課っていうところですね。IT 産業の振興をやってるところで、例えばなんかこう IT 人材が足りないって日本よく言われてますけど、まあ、それを外部から、外国から呼び込んでくるのかとか、それとも国内でもうちょっと IT 人材をですね、育成するような制度を考えようかとか、まあ、そういったことをやっている、政策をやっているような部署、1年目いたりですとか、まあ、2年目はですね、ちょっと自分の大学の専門と近いバイオベンチャーベンチャーへの産業の、まあ、進行していくような部署にいたりしました。で、3、4年目はですね、福島の復興ということで、まあ、週に3回ほどですね、霞が関から福島に通って、ここにちょっと写真載ってるんですけど、福島ロボットテストフィールドっていう、これ日本にここにしかないフィールドなんですけど、こういうものの整備をやったりですとか、どうやったらここに人が、来て使ってくれるかっていうような中身の検討をやったりっていうことをやったりしました。で、その後はですね、まあ、自動車化っていうところの、まして、主に自動運転をですね、まあ、日本に普及していく。で、まあ、これが普及されるとですね、高齢者の足の確保であったりですとか、まあ、様々な社会課題の解決につながっていくんですけれども、なかなか規制があったりしてですね、そもそもこういった車が走れなかったりとか、あとはビジネスとして成り立つのかみたいな、そういった課題があります。なので、まあ、そういった課題をですね、経済産業省はもう社会実装を後押しする立場として、まあ、業界の人ですね、一緒に連携しながら仕事を、しておりました。で、今は7年目からですね、所管採用の仕事をやっております。ちょっとこれ自己紹介が長くなっちゃいました大ね。丈夫です。次、おは願いしい。ます。ではですね、今日は15分という限られた時間なので、我々から初めて経産省の話を聞くという方が多いかなと思いますので、3点だけ絞ってお伝えしたいと思ってます。で、それが上に書いてある通り、1つ目がミッション、それから、キャリア、それからカルチャーと、この3つについて、お伝えしたいと思います。で、私の方からまずミッションですね。で、内閣、日本国政府ってこういろんな省庁があるんですけれども、各省庁のミッションっていうのは、まあ、法律で規定をされています。で、法律の言葉で言うと、経済産業省は国富の拡大を目指す組織と言われてまして、まあ、それを書き下すと、要するに未来の日本をどう豊かにしていくかということです。で、豊かさって何だろうっていうのは、ここで聞いていただいている皆さん一人一人でも定義は違うでしょうし、時代によっても変わっていくもの、単に皆さんの貯蓄が増えることだけが豊かさではないですよね。精神的な豊かさっていろんなものがあるので、そういうものをどう作っていくか、まあ、ワクワクするような日本をどう作るか、内閣の中ではこうアクセルドライバーのような役割を担っているのが経済産業省だと思っていただければと思います。で、まあ、ここに書いている通り、それを僕たちがいろんな民間のプレイヤー、あるいは産業、こういうものを作ったり、進行したりしながら、経済力を獲得していくというのがミッションになっています。で、そのミッションを達成するために、やらなきゃいけないこと、やれること、めちゃくちゃたくさんあります。で、経済産業省、すごくいろんな幅の広い仕事をしているんですけれども、3つに分野に分けて説明するとすれば、こうだというのをこのスライドに書いてまして。一つ目が産業イノベーション政策。二つ目が通商貿易政策。三つ目が資源エネルギー政策となってます。産業イノベーションってこれ何やってるのっていうことなんですけれども、すごく簡単に言うと、僕たちがもちろんビジネスするわけじゃないし、僕たちがお金儲けするわけじゃありません。民間でビジネスをしてる人が少しでもビジネスがしやすい環境を作っていったりとか、あるいはさっき長谷川さんの自己紹介でありましたけれども、自動走行みたいな、こう、いい技術とか、いいイノベーションが起きやすかったり、それが実際に使える状態、僕ら社会実装と呼んでますけども、使える状態に早く持っていくためにはどうしたらいいか、そういうのを進行するのが、こう、産業イノベーション政策です。
それから通商貿易政策っていうのは、こう日本国政府を代表して、僕たちが他国の政府とルールを作っていく。皆さんだと、TPP とか聞いたことありますかね。要するに経済連携協定とか、まあ、FTA とか EPA って呼ばれてますけれども、経済のパートナーシップをこう日米とか日 A とか日 EU、あるいは日中も含めてですけども、いろんなこう国と国との関係の中でルールメイクをしていくというのも、すごく重要な、政策群の一つになっています。で最後ですね、この資源エネルギー、これは全てを支えています。一人暮らしされている方も多いと思いますが、家に帰ったら当たり前に電気がつく、料理しようかなと思ってガスをひねったら火がつく、この当たり前をずっと当たり前であり続けさせるというのも僕たちの重要なミッション。で今の例は皆さんの私生活の話ですけれども、もっと大きなところで日本全体の企業とか産業の活動全てを支えているのはこのエネルギーなので、こうしたものを安定的に供給できるようにするというのも重要なミッションになっております。はい、ありがとうございます。それでですね、こちらは完全な参考なんですけれども、いろんな言葉をバーッと並べてます。10秒ぐらいしか表示はしないですが、気になるものがあったら後で調べてみてください。すべて未来の日本を豊かにするというところからロジカルにブレイクダウンして、やらなきゃいけないことを優先順位決めてやった結果として出てきた政策群になっています。こういったものを、各部局でやっていると思っていただければと思います。はい、じゃあここからですね、経済産業省のカルチャーについてちょっと私から紹介していきたいと思います。まあ、この左側の方に4つ書いてますけど、ちょっと今日は時間は短いので、あえてちょっと私が2つに絞らせて言わせていただければと思います。やっぱりちょっとメティっぽい、経済産業省メティっていう略称で言うんですけど、メティっぽいなって思うのは一つ、変革主義ですかね。やっぱりその経済産業省って書いてありますけど、まあ、経済ってやっぱ生き物っていうふうに、言う人もいるんですけれども、やっぱりその状況に応じて、その経済課題、社会課題っていうのは日々変わってきます。やっぱり皆さんも、この前というか、まあ、昨今体感したと思いますけど、まあ、コロナによって、もう生活様式がガラッと変わったと思います。うん、まあ、そういった中で、まあ、事業者さんに向けて、まあ、どういった補助制度だったり、そういった政策があるんだろうかっていうのは、まあ、今の現状を踏まえてですね、例えば給付金っていうような制度を考えたりとか、まあ、そういった頭の使い方が必要になってきますので、まあ、こういったその前例踏襲っていうだけじゃなくて、その変革、今の状況に応じた、まあ、政策をですね、考えていくっていうところからも、まあ、やっぱり変革主義っていうのは結構経済産業省ならではなんじゃないかなと一つ思います。で、もう一つがですね、やっぱ現場主義っていうところですね。冒頭の瀬間さんの説明でもありましたけれども、まあ、産業界、やっぱり経済産業省しょって一緒に連携して仕事をしてますので、まあ、いろんな業界の企業の方とやり取りがあります。で、実際にですね、まあ、政策もですね、企業の人に向けて、まあ、使ってもらっているものが多いですので、うん、その自分たちが作っている政策が、本当に現場にニーズに合っているものなのかっていう、確かめるっていう意味も含めてですね、この現場の方にですね、企業さんに足しげく通ってですね、自分たちの政策の案を、まあ、企業さんにも見せて、うん、お互いこう作り込んでいったりっていうところも、意味を含めてですね、企業にいろんなところ訪問したりします。私もなんか実際に、自動車館にいた時とかですね、うん、2年間で、名刺が300枚ぐらい。300。はい、コロナだったんですけど、すごいなくなるぐらい、本当にいろんな企業さんと実際に会うことができます。うん、っていうのが、まあ、2つちょっと、1つ具体的に紹介した例ですと。うん、で、あとは、ちょっと実際に経済産業省の働き方とか、そういったところもちょっとご紹介できればと思うんですけど、だからこのオフィスがですね、うん、結構民間企業なんじゃないかっていうぐらい綺麗に今、うん、改革が、ね、はい、進んできてます。やっぱりその、まあ、フリーアドレスって書いてますけれども、うん、毎日同じ席に座るじゃなくてですね、うん、日々違う席に座るっていうことで、うん、まあ、机の上にこう紙を置くことをやめるとかですね、うん、まあ、そういったところもですね、こう業務の、改善向上につながっていくっていう意味でも、こういった階層経済産業省では率先的にやってます。うん、あとは、まあ、作業を集中したい時のディープシークルームっていう部屋だったりですとか、うん、あとはちょっとこう会議室、ですね、ちょっとラフな感じになってこうアイディアを出すようなディープフューチャールームっていうのは部屋もあります。うん、あとは、共働きの職員さんも結構多くいらっしゃるので、お子さん預ける省内保育園っていうのもですね、実際にございますと。うん、はい。で、続いて、キャリアステップについてちょっとご紹介させていただきます。うん、やっぱりそのいきなりですね、経済産業省に入って政策を作ってください、ボンっていう感じではなくて、うんうん、やっぱりその国の1年間の仕事の動きとかですね、いろんなことをですね、まあ、係員っていうところから始めて、総合職、一般職ともに同じくですね、係員から始めて、身につけていきます。で、徐々に個別の政策の担当係長だったり、まあ、その、上の課長補佐として部下を持ちながら政策を実際に動かしていく。うん、
で、まあ、課長、というポジションで、まあ、課全体を見通した政策を動かす責任者になったり、さらにそのや、例えば製造局だとすると、まあ、一つの自動車って産業だけじゃなく、産業機械とか、まあ、そういった製造産業含めたですね、政策、マクロの政策ですね、動かしていく人になっていったりしますと。で、まあ、そういったキャリアを進む中でですね、まあ、いろんな、キャリアアップの機会がございまして、まあ、経済産業省の本省以外でもですね、働く場として、まあ、地方自治体であったりですとか、まあ、海外、大使館とかですね、まあ、そういったところですね、まあ、2年ぐらい、行ってですね、経験するっていうこともできますし、民間出向っていうこともございます、コースもございます。であとは、まあ、語学とかですね、まあ、やっぱり経済産業省って、海外の国の、国際交渉であったりですとか、まあ、そういったことも含めてきますので、まあ、語学の自分の中のですね、スキルを身につけていくっていう意味で、まあ、留学っていう機会も、瀬そう松さんもまでさに行すね。かれてましたけれども、そういったこともできますという形ですね。はい、ありがとうございます。駆け足で3点ですね。ミッション、それからカルチャー、それからキャリアをお届けしました。で、今日初めて経産省っていう言葉を聞いたり、中身を見ていただいた人たくさんいると思うので、少しでも興味を持っていただいた方、ぜひ、僕たちのイベントでお会いをしましょうということで、少しだけ案内を最後にさせていただきます。まず、左上ですね。採用担当と、座談会のイベントと、私、総合職事務系ですけれども、写真写ってますが、総合職技術系のですね、職員とですね、総合職向けの、イベントをやっていたりとか、あるいはこちらにいる長谷川は、一般職技術系ですけれども、一般職の事務系の水越とですね、2人でこう一般職向けの、初めての方向け座談会、これはオンラインですとか、あるいは経済産業省の、施設内でですね、対面ということでやらせていただこうと思っています。ぜひお越しください。それから、よりこう一つ一つの個別の政策を知りたいという方に、この右上ですね、政策テーマ別説明会というのもやっています。で、さっき申し上げた通り、ミッションを達成するために、未来の日本をこう豊かにワクワクする社会にしていくためにやんなきゃいけないことということで、いろんな領域で僕たち仕事やってます。例えば、ここに書いているスタートアップ政策、スタートアップをどうやって増やす、あるいはより大きくなるスタートアップをどうやって増やしていくかというところですとか、ヘルスケア、あるいはローカルに地域中小企業支援、あるいは一つだけのこう産業で見た時のこの自動車、まさに長谷川さんがいましたけれども、自動車産業のならではの課題とか、あるいはこう福島復興というですね、特別セッションを設ける予定ですので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。で、最後ですね、下段ですね。これ、ボストンキャリアフォーラムっていうのは、これ、2週間後にアメリカのボストンであるので、これは海外に住む日本人向けのキャリアフォーラムになっていて、これ、私も行くんですけれども、この裏でですね、裏番組として、こう僕たちグローバルウィークということで、日本人向けにもちょっとオンラインイベントをやりたいなと思ってます。これが右下に書いてます、ザ・グローバルトークというところでして、今ですね、経済産業省の職員、世界中に今、60名ほど留学をしています。60名ほどしている中で、ちょっとですね、ワシントンで留学中の2名、それからボストンで留学中の3名ですね、ハーバード2名と MIT1 名、それからロンドンは2名ですね、オックスフォードと LSE、ロンドンスクールオブエコノミクスというところに留学している職員と、こうオンラインでどんな生活してたり、この学びをどう公務に生かしていくかみたいな話を語り合うことをしたいなと思ってますので、こちらも興味ある方、ぜひマイページから登録でお越しいただければと思います。留学中の職員ってなかなか会える機会ないですもんそうですね。ね。ぜひ。で、最後ですね、1ヶ月前ぐらいかな、ついに経済産業省、インスタグラムというのを作りまして、今申し上げたイベントの情報だけじゃなくて、経済産業省の政策ですとか、あるいは人ですね、これを知っていただく機会を増やそうと思ってまして、こちら、多面的にこのインスタグラムで、発信をしておりますので、少しでも興味持っていただいた方、ぜひ、フォロー、それからいいね、あるいは保存、よろしくお願いいたおします。願いします。はい、以上ですかね。じゃあ、経済産業省から以上です。ありがおとうございました。願いします。ありがとうございます。経済産業省、末政さん、長谷川さん、ありがとうございます。日本の豊かさを支えるっていう、豊かさの定義って結構皆さん、いろいろ価値観も様々なのであると思うんですけど、やっぱ価値観違いますけど、なんというか、それを、豊かさをこうミッションとした上で、こう本当にこう幅広く政策を展開されていると思うので、きっと今が聞いていただいている学生の皆さんの中でも興味関心のある政策分野、見つかると思うので、ぜひいろんなイベントに参加していただいて、経産省のこうミッションにこう共感していただければなと思いました。ありがとうございます。インスタグラムのありが方、とうございます。よろしくお願いします。
いただいている質問はもし時間があれば後でお回答しますかね。そうですね。はい。留学関係のお話とかもあるので、ぜひ、はい、回答いただければ。今の方がよろしいですか？後ほどの方がよろしいですか？あ、そうですね。後ほど、はい、ライブで回答は、ちょっと、また次の環境省に、はい、移りたいと思いますので、はい、わかりました。回答入力っていうところから、はい、失礼いたしました。いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、資料の共有をストップしてください。はい、ありがとうございます。ではですね、続きまして、環境省の説明になります。ちょっと待ってください。今、聞こえてますでしょうか。あ、はい、聞こえております。ありがとうございます。ありがとうございます。資料を共有させていただきます。見えてますかね。大丈夫ですかね。はい、じゃあ説明します。ありがとうございます。お願いいたします。はい、じゃあ、はい、環境省の秘書課の一井と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。私は秘書課の方で、採用と、あと業務改革の担当をしている、今、20年目の職員ということになります。なんか事前にいただいてた質問で、まあ、なんで環境省に入ったんですかみたいなのがあったんですけれども、私は小学校の時から環境問題に興味があったというのと、あとは、まあ、世界と地域と両方見られるっていうのが国家公務員かなと思ったのと、あとは、まあ、女性でも活躍できるかなと思って、まあ、環境省で国家公務員って悩んで、今働いています。子供さんによりまして、娘が3人いるんですけれども、まあ、そういう意味でも、こう家庭と、まあ、仕事と家庭の両立というのも今できているかなというふうに思っています。じゃあ、まず環境省のご紹介をさせていただきます。次お願いします。次お願いします。はい、まず環境省の歩みということで、環境省のご紹介をする前提として、環境省がどういう省庁かというのをご紹介させていただければと思います。環境省の前身がですね、環境庁になりまして、それは1971年に設置をされています。当時は、まあ、甚大な公害問題、水俣病だったり、四日市だったりですね、あとは自然破壊というのが発生して、それに対応する省庁として生まれました。その後、1980年代とか1990年代に移っていくと、その公害問題だけではなくて、今も言われてますけれども、気候変動ですとか、あと都市型の公害っていうのが発生していって、発生していくという状況がありました。で、そういった状況の中でですね、省庁再編があった2001年に環境庁から環境省に格上げということで、この時点でいろいろ廃棄物ですとか、そういったことも環境省の所掌に含まれるようになりました。あと2011年に東日本大震災が起こって、福島第一原発の事故が起こったわけですけれども、まあ、それ以降、この後にご紹介があると思いますけれども、原子力規制委員会というのが環境省の外局というふうになりまして、今はプラスして原子力の関係ですとか、福島の再生ですとか、そういったことを仕事内容にしているという省庁になります。次お願いします。でその中で環境省として2つのコアミッションというのを定めていまして、その1つが時代の要請の対応、もう1つが普遍の限定の追求ということになります。でこの時代の要請の対応ということでは、まあ、最近だとテレビの CM とかでカーボンニュートラルというのはすごく、まあ、どの企業さんもこうアピールされてたりすると思うんですけれども、まあ、そういったことも含めてですね、脱炭素社会ですとか、循環経済ですとか、あと分散型社会ですとか、そういった3つの移行、そういった時代の要請されているような社会に今変革していくことを推進していきましょうというのが、その一つのミッションになっています。でもう一つは、普遍の原点の追求ですけれども、先ほど申し上げた通り、まあ、環境省ができた、その原点というのは、やはり公害の関係だったりとか、あとは東日本大震災の原発事故というのもありましたので、そういったですね、まあ、人の命と環境を守るという取り組みは、大前提として追求していくということです。この二つが環境省のコアミッションということになります。で、次お願いします。環境省の中ではですね、どういった仕事をしているのかというのが、そこに書いてあるのが部局ですね。
で、大きく8つあるんですけれども、一番上の大臣官房というのは、まあ、バックオフィスを支えるような人事とか法令ですけれども、その下にある7つっていうのが環境省の具体的な政策を進めていく、局になります。まあ、環境アセスメントとか環境金融だったり環境経済だったりをしているところだったり、まあ、環境保険部っていうのがありますけど、これはまあ公害の被害者の方だったり化学物質の関係をしているところ、あとはその次は地域の脱炭素を進めているようなところ、地球環境局というのは、国際、温暖化とかですね、そういった国際問題とかに対して、まあ、国際交渉と幅広くやっているところ、あと水大気環境局というところは、公害の関係ですとか、あと最近ですと海洋プラスチックごみの関係の問題も取り扱っています。で、黄色いところ、環境再生資源循環局というところは、まあ、ゴミ問題ですとかリサイクルだったとかですし、最近ですと、まあ、プラスチック対策というのを非常に力を入れています。で、最後緑色の自然環境局というところは、まあ、動植物の関係だったり国立公園の維持だったりか、そういった仕事をやっています。なので、まあ、環境省というだけあってですね、どこの部局に行っても環境問題に携わることができるというのが職場として魅力的なところかなというふうに私は思っております。次お願いします。環境省の一つの、まあ、仕事のやり方というか、まあ、考え方みたいなところを地域脱炭素を使ってですね、ご説明したいと思います。ここに地域の活性化をカーボンニュートラルでと書かせていただいてますけれども、まあ、カーボンニュートラルっていうのがカーボンニュートラルだけがこう目的になるのではなくて、カーボンニュートラルを使ってというかですね、まあ、そういったことと一緒に地域の活性化も図っていこうというのが環境省の考えです。なので、カーボンニュートラルと地域ビジネスの創生だったりとか、カーボンニュートラルと快適な暮らしを目指すだったりとか、あとは、まあ、災害時も安心な街づくりをするということを一緒になって、まあ、進めていこうという、そういった考えのもとで仕事をしています。次お願いします。で、それに向けて実際にですね、どういったことをやっているかというのがあるんですけれども、もちろん本省の方では、そういうカーボンニュートラルに向けた政策を考えたりとか、あとはまあ予算を確保したりとか、そういった仕事をしてるんですけれども、もう一つ後で説明しますけれども、この環境省には地方環境事務所って言って、地域に根ざした組織もあります。で、地域のカーボンニュートラルっていうのは、結局、国から何か言われてやるっていうよりはですね、その地方自治体ですとか、地域にある金融機関だとか、そこにある中核の企業さんとかが、まあ、一緒になって参画をして、脱炭素化をやってもらうということが非常に重要で、その上で、そういったところに民間企業さんが入ったり、交通機関が入ったり、電気ガス事業者が入ったり、公共施設が入ったりっていう、まあ、まさに周りからこう、いろんなところからこう、いろんな人が協力をして実施していくということが重要なんですけれども、まあ、環境省には環境事務所というのがありまして、そういったところがですね、他の国の組織の、例えばさっきご説明があった経済産業省さんの経済産業局とか森林管理局、農政局、整備局、いろんなところがあるんですけれども、一緒になってこういった取り組みをしていくということを環境省としてはやっています。私もこの7月にこの秘書課に来て、まあ、採用だったりとか業務改革に携わるようになったんですけれども、それまでは2年3ヶ月ぐらいですかね、関東地方環境事務所という、まあ、埼玉新都心にある地方事務所におりまして、まさにこういった取り組みをやっていました。地方自治体の方にこういった取り組みがあるんですよとか、こういったメリットがあるんですよっていうのをご説明に行ったりとか、むしろ自治体さんだったり民間企業だったり、どういうことをやったらいいんだろうっていうのを相談に乗ったりですとか、そういったことも国の仕事としてやっておりました。はい、次をお願いします。次は働く場としての環境省ということで、少しオフィスのことですとか、そういったことを紹介したいと思います。で、これが環境省内のオフィスの様子でして、これまでご説明のあった省庁さんでもフリーアドレスみたいな話がありましたけれども、環境省でもこういったフリーアドレスのオフィスにしています。毎日毎日自分の席が決まっていないので、紙を減らそうという、まあ、きれいにオフィスをきれいにしようということにもなりますし、横の人が違うことによって、所内のコミュニケーションを図ったりとかですね、そういったこともしていこうというふうに、そういったオフィスになっています。あ
とテレワークとかも環境省はちょっと少し前のデータですけれども環境省の実施率というのは、まあ、省庁の中で一番高いぐらいだったので今も、まあ、コロナの状況変わりましたけれども今もあのテレワークをやっているあの自由にできるような雰囲気です。このあのフリーアドレスのこう席もですね、なんか全職員の8割ぐらいしかなくて、まあ、2割ぐらいはテレワークをしている、まあ、そういったことが前提になった職場環境になっています。次お願いします。で先ほどの私の説明の中でも地方環境事務所ということをちょっとご説明しましたけれども環境省にはそこに書かれているような、まあ、大きく分けて8つの地方環境事務所というのがあります。北海道、東北、福島、関東、関東、中部、近畿、中四国、九州ということで、そういったあの地方事務所にあの行くこともありますし、まあ、こういった地方事務所がその地域の方といろいろなつながりを持って仕事を進めているということになります。であの事前のご説明の中で、あのレンジャーさんといいますか、あの自然の事務所に行ったらどういう仕事があるんですかっていうのがあったんですけれども、自然保護官事務所というのは、このそれぞれの地方環境事務所の下にこうぶら下がっているような形で、まあ、国立公園とかですね、そういったところにそれぞれの自然保護官の方が、所長しているような事務所が、多分80弱ぐらいあるんだと思います。そこにあのレンジャーさんと呼ばれる職種の、職員が行っておりまして、そこでは例えばイベントを企画したりだったりとか、あとは国立公園の中の、まあ、木道とかですね、そういった施設の整備、木道だったりとか、こうビジターセンターと呼ばれるような、そういったところの施設、あの整備をしたりとか、あとは、まあ、国立公園の中とかやっていけないこともあるので、そういったところの、まあ、許認可をしたりですね、そういったあの仕事を最前線でやっています。環境省の職員は、こういった地方環境事務所に行くこともありますし、その他、この後ご説明をされる、あの原子力規制庁だったりとか、あと他の省庁だったり、地方公共団体だったり、まあ、関連法人だったり、民間企業だったり、そういったところにあの出向するという機会もございます。次お願いします。で次はあの世界で活躍する環境省の職員ということで、まああの海外に派遣されている職員がいるようなあの組織についてちょっと並べさせていただいています。その事前のご質問であの国連とかに行くことってありますかみたいなのがありましたけれども、ありまして、まあ、ここ日本大使館っていうのが結構ありますけど、例えば国連環境、計画とかっていうところですね、行ったりとか、あの他のアジア開発銀行に行ったりとかですね、そういったところで活躍している職員もおります。次、お願いします。で最後にあの環境省の採用の区分ということで、まああの他の省庁さんも一緒かもしれませんけれども、事務系、理工系、自然系、まあ、こういった区分に分かれて、それぞれ総合職と一般職というあの、そういった採用の体系になっています。であの今年からまあ地方採用というのも始まりまして、今年はあの近畿地方環境事務所と九州地方環境事務所の方で、まあ、一般職の事務系の採用というのが始まったんですけれども、令和6年度からはもう少し、あの対象となる地方あの事務所、地方環境事務所を増やして、あの地方採用というのも始める予定になっています。でこういったあの、さまざまな職種の人がいるんですけれども、まあ、実際の職場っていうのはですね、あの職場に、あの職種に関係なくて、あのまあチーム環境省ということで、みんなであの仕事に当たりましょうということでやっています。あまりなんか、だから一緒に働いている人にどれどれの職種ですよねみたいなことをあまり意識せずに、いつも働いているかなというふうに思います。次、お願いします。で他にもあの環境省のですね、採用チームでウェブページがあったりとか、Facebook があったり、X があったり、あと環境省のマイページということで、それぞれの説明会の、ね、あのスケジュールとかがあの確認できるページがありますので、ぜひあのご覧いただければというふうに思います。あと最後に、これからの、説明会ですね。次お願いします。それぞれの、まあ、各
職種共通ということで、これは他の事業、所長さんもおっしゃってましたけれども、人事院さんが主催の公務研究セミナーというものでしたりとか、あと、環境金融を担当する、総合職事務系の職員が、間をないでちょっと業務の説明をするような会もありますし、あと、それぞれ初めての方向けの説明会だとか、あと、国立公園の中でどういう仕事をしているかとかですね、まあ、対面オンライン、いろいろやってますので、気楽に、覗いていただければいいかなというふうに思ってます。そこに環境省の採用マイページというのをちょっと載せさせていただいているので、環境省をマイページって入れると出てきますので、ぜひ見ていただければなと思います。私からの説明は以上になります。ありがとうございます。はい、環境省一位さんありがとうございました。環境省、事務系もそうですし、理工系とか、あとレンジャーとかっていう職種もあるっていう話ありましたけども、結構こう職種が幅広いので、今聞いていただいている学生さんの中でも、多分 理系の学生さんも結構多く参加いただいていると思いますので、ご自身が今学んでいることを、環境省の方でこう生かすっていうことも、そういったキャリアもあるよっていうことを、はい、お伝えさせていただきます。ありがとうございます。それでは続きまして原子力規制庁お願いいたします。見てますでしょうか？あ、見えてます。音声も大丈夫です。すみません、ありがとうございます。お待たせしました。はい、原子力規制庁入庁3年目の高宮と申します。本日は説明会にご参加いただきありがとうございます。今回の説明会ではですね、まず一番最初に原子力規制庁はどのような業務を行っているのかということ、次に若手職員の一人として具体的にどんな業務を行っているか、で3つ目が、入ってみて改めて考えた原子力規制庁の魅力について、で最後にイベントのことについてご説明いたします。まず原子力規制庁の存在意義、ミッションが何かというと、原子力の利用に伴う公共の安全の確保を行うため、原子力に対する確かな規制を通じて人と環境を守るということが使命となっております。原子力規制委員会について理解していただくために、成り立ちについて簡単にご紹介させていただきます。2011年に先ほど環境省さんからもご紹介あったんですけれども、2011年に起きた東京電力福島第一原子力発電所事故の事故を教訓に、この事故、こういった事故を二度と起こさないために原子力規制委員会は発足しました。下側の吹き出しのところに書いてあるんですけれども、規制当局が事故を防げなかった原因として国会事故調報告書というところでいろいろと原因が挙げられております。で、まあ、その一つとして規制当局の職員に専門性が欠如していて、規制当局が事業者の言いなり、まあ、取り子というふうな表現を使ってますけれどもとなっていたこと、それから、規制を担う組織というものが原子力発電所の活用の推進側と同じ省庁にあって、独立性というものが形骸化してしまっていたことなどが挙げられています。そういった経緯を踏まえて、各省庁の中にあった規制組織というものを分離しまして、環境省の外局として原子力規制委員会が、でその原子力規制委員会の事務を担う組織として原子力規制庁が発足しています。でそういった経緯から、原子力規制委員会は5つの活動原則を掲げております。で特に1つ目、独立した意思決定、原子力発電所の活用の推進だったり反対とか、そういったところからは中立として科学的技術的な見地から判断をするっていうこと、それから3つ目、透明で開かれた組織っていうふうに書いてるんですけれども、規制が独善的なものにならないようにですね、日々の審査会合であったり、原子力規制委員会トップが何か意思決定をする際の会議っていうものを YouTube で公開しているというところが特徴かなと思います。で具体的な業務として原子力規制委員会は何をやっているのかっていうところをこのスライドで簡単にご説明させていただければと思います。で全体としては大きく5つぐらいに分けられまして、左上のところから原子力施設の審査検査っていうふうにあるんですけれども、先ほどもお伝えした通り、公開の会合を通してですね、電力会社
から提出された申請っていうものが基準に適合しているかどうかっていうことを確認していく審査部門であったり、原子力発電所に実際に行って監視を行う検査部門というところがあります。で続いて右側なんですけれども、セキュリティ保証措置っていうのは、原子力発電所でのテロを防ぐための取り組みを確認する核セキュリティ部門だったり、核兵器っていうものが、失礼しました、核物質が兵器に転用されていないかどうかを、IAEA、国際機関として国際原子力機関 IAEA と連携して確認する保証措置部門などがあります。で左下のオレンジ色の原子力防災放射線の規制っていうところはちょっと後ほどもう少し詳しく説明させていただければと思います。でそれから、青色右下の安全研究っていうところ、これは規制に生かすための安全研究っていうものを行っている部門になります。で、最後ですけれども、それら規制を支えるバックオフィス業務から主に構成されています。ちょっとすべてをご紹介することはできなかったので、もし興味があれば、また見ていただければと思います。この次のスライドから、私の若手職員としての業務説明に入るんですけれども、私が行っていた業務っていうのが、さっきちょっと飛ばした左側の原子力防災だったり、放射線の規制っていうところになります。で改めて私の経歴をちょっと説明させていただくと、令和3年度に入庁しまして、大学は理学部を出て、科学で一般職技術系として入っています。原子力とかっていうところは大学時代には全然知らなくて、そんな感じでも原子力規制庁には入れましたよというところはちょっと最初にご紹介しておこうかなと思います。1年目は放射線防護グループの放射線規制部門という部署に配属されました。テーマみたいな感じで鍵括弧で放射性同位元素等の取り扱いの規制を通じて公共の安全を確保するというところを目的としている部署になります。この部門ではですね、例えばがん細胞を壊すことができるような放射線発生装置を持っているような病院だったりとか、右側の写真が次世代放射光施設とかって書いてあるんですけど、あれは電子とか陽子を加速する加速器っていうのを持ってるような大学とか工場とか、より皆さんに身近なところで全国約8000事業所を対象に規制を行っています。でこの部門ではですね、印象に残った業務っていうものを少し書かせていただいてるんですけれども、入庁2ヶ月目の時に1500万円くらいの、委託で研修を行う契約手続きを実施しまして、予算側はもう決まってるので、予定価格っていうものを決めたりとか、契約をして、研修をどういうふうな内容にするのかっていう打ち合わせに参加して、でこの時はコロナだったのでオンラインで結局やることになって、オンラインの研修を傍聴して、で適切にお金が使われたかという清算手続きまでの一連の業務に従事させていただきました。で2年目なんですけれども、同じグループの筆頭課である放射線防護企画課というところに移動しました。でここは平常時も原子力災害時も放射線から人と環境を守るというふうに書いてるんですけれども、福島の事故後に作られた新規制基準っていう、ルールみたいなものですかねによって、原子力発電所のハード面だったりとかソフト面っていうものは向上したんですけれども、それでも万が一、敷地外に放射性物質が、飛散というか広がるような事態になってしまった時に、周りの住民の方をどういうふうに逃がすか、どうしたらいいのかっていうことを事前に、対策というか事前に考えている部署の一つになります。放射線防護企画課においてはですね、下の方に書かせていただいたんですけれども、自治体がそういった原子力災害が起きた時の避難計画の作るにあたってガイドとなるようなもの、それが、防災基本計画っていうんですけれども、防災基本計画っていうものの、調整っていうものを他省庁の一つである内閣府の原子力防災との調整させていただきました。で、似てるところもある
部署というか、省庁なんですけれども、違った、立場の考え方とかっていうものを理解しつつ、こちらの主張は、お伝えして、両者の認識をすり合わせていくっていうようなお仕事のプロセスを学ばせていただきました。で、一番下、現地事務所研修っていうふうにあるんですけれども、これは2年目に、事務系の職員とかも行く研修で、2週間、私は、愛媛の伊方発電所っていうのがあるんですけど、伊方の発電所のそばの事務所に、行って、発電所の中の検査に同行させてもらったりとか、地方自治体の方への説明に同行させていただいたりとか、あとモニタリングポストと写真を撮ったりっていうふうなことをしていました。で、そういった過失の中で働く中で改めて気づいた寄生虫の魅力っていうものを次のスライドでまとめています。もともと私のこう就活の軸みたいなところなんですけれども、右下の三角みたいなものを見ていただければと思います。なんか公務員と民間企業どう違うのとかってよく質問とかも聞かれると思うんですけど、私の解釈ですが、民間が与えるようなサービスとかっていうものは幸福度を上げるとか幸福を追求するためのものだと思っていて、ただその幸福って安全とか安心とかがないと成り立たないものなんじゃないかなと思っています。なのでそういう安全安心とかっていう生活の土台を支える仕事には誇りを持って働けそうだなっていうところが軸の一つでした。寄生虫の死亡理由、どうして寄生虫にその後行ったのかっていうと、寄生業務っていうちょっと特殊ですけれども、自分の強みである責任感の強さっていうものが活かせそうだなっていうのが一つ、それからもともと理系だったので理系としての、ベースは持ちつつ、原子力のことは全然今は知らなかったけど、その後に専門的な知識っていうものが積み上げていきそうだなと思ったので寄生虫に入りました。で、入ってみてのギャップみたいなところですけど、原子力寄生虫っていうとすごいなんか硬そうだなとかっていうふうに思ってたんですけど、超安定したベンチャー企業みたいな面もっていうふうに書いた通り、超安定っていうのは公務員っていうところを指してるんですけど、まだ発足から10年くらい勢いのある組織で、組織をまだまだこれから作っていく段階、それにまだ私も携われるような段階っていうところがちょっとベンチャー企業みたいだなと思っていて、まだまだこういうルールとか伝統みたいなものに縛られてないので、管理職みたいな方とかと自由に意見交換ができる、若手の意見も尊重してもらえるような風通しの良さっていうものが特徴なのかなと思っています。でそれから、もともと志望理由のところで書きましたけど、専門的な知識を積み重ねていけそうっていうところは研修の充実っていうところで、最近も研修に参加してきたんですけれども、その民間で現地で働いているような人から、直接教えていただく機会だったりとか、1年間業務から完全に離れて、勉強するような機会とか、そういうところはすごくやっぱり充実していたなというふうに思っています。で、ここからはこれからのイベントっていうところをちょっと人事課の斉藤さんからご説明、いただければと思います。じゃあ人事課の斉藤です。最後に今後の採用イベントについて私の方から紹介させていただきたいと思います。11月から12月にかけて公務研究セミナーと各地区で参加予定ですので、ぜひお近くの会場に足を運んでいただけたらなと思います。11月30日は公務研究セミナー in 霞が関ということで、原子力規制庁本庁で実施しますので、原子力規制庁がどんな業務をしているのか、あと実際に働く若手職員の声など紹介しますので、分に問わず参加お待ちしてます。また来年の話にはなっちゃうんですけど、来年2月にはインターンシップも実施予定で、12月から1月にかけて募集する予定ですので、ぜひチェックしていただけたらと思います。説明会やインターンシップなどの採用イベントについては随時ホームページに掲載していきますので、興味ある方は見ていただけると嬉しいです。以上で採用情報の紹介は終わりたいと思います。じゃあ以上で原子力規制庁からの説明を終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。結構高宮さんの1年目のところが放射線の規制部門ということで、結構なんか難しそうだなっていうのはすごい印象としてあったんですけども、まあ、でも研修とかがすごく充実していて、もう業務の中で知識をこう深めていけるっていうことで、皆さん理系の方じゃなくてもこうなんていうか臆せずに興味があればぜひ飛び込んでいただければなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうしましたら少々お待ちください。はい、見えておりますでしょうか。そしたら最後のところになります。少々お待ちください。これですね。はい、ご案内ということで、ちょっと駆け足にはなってしまうんですけども、ちょっともう18時8 30分になってしまいましたので、本当に駆け足なんですけども、それぞれ総合職、一般職、専門職試験、どういったプロセスで採用流れがあるかというところを簡単にご説明します。まあ、総合職試験、こういったフローになっておりまして、ご参考までにですけれども、来年度の春試験というのは以下の日程で行われます。申し込み受付期間というのはもう来年の2月ということですので、まあ、期間は限られておりますので、ぜひ試験受ける方は見逃さずに申し込みの方よろしくお願いいたします。一般職の方はですね、まだ2024年度の試験の方は、日程はこうまだ発表はされていないんですけれども、参考までに2023年度ですね、今年の試験、今年の春の試験はこのような日程で行われていました。あと専門職試験の方も以下の日程で、これは国税専門官、今回登壇いただいた国税専門官の採用試験の場合は、まあ、以下のような日程ですので、はい、よろしくお願いいたします。で、区分、試験の区分もいろいろありまして、まあ、総合職と一般職で分けて書いておりますけれども、特筆事項はですね、今年の、来年度の試験から、総合職の試験が、政治国際区分という、まあ、私が合格した区分でもあるんですけども、政治国際区分が政治国際人文区分というふうに変わりまして、人文系なので、歴史とか哲学とか文学とか、そういった、人文系の出題も結構増えるということなので、今聞いていただいている皆さんの中でも文学部のご出身の方とか人文系の専攻の方もいらっしゃるかなと思いますので、そういった方にぜひ受けていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、こういった試験の情報に関しては人事院の採用情報ナビというところがありますので、こちらぜひ詳細を確認したい方はこちらご確認ください。で、内閣人事局の宣伝もほんの少しだけさせていただくんですけれども、まあ、いろいろやっておりまして、いろいろ動画を作っていたりとかもするんですけれども、特筆事項としましては、国家公務員のまあリアルを知っていただきたいということで、こういった動画を作っているところです。で、若手職員に密着ということで、内閣人事局、新しくオフィス改革をしたんですけれども、まあ、そういった新オフィスでどういった感じで若手が実際に働いているのかとか、っていうのをこう紹介しているところです。結構皆さんで、ね、よく聞かれるのが、若手職員の一日、どんな感じで過ごしてるのか聞きたい、知りたいですっていうお声を結構いただくんですけれども、私のおすすめ動画としては、この、スライドにあります、日常に密着の若手職員編っていうところに、1、2年目の職員の1日目の流れが、朝から、退庁するまで、どういった感じで、で、あとオフの過ごし方まで、動画に収めておりますので、ぜひ皆さん見てみてください。はい、ご清聴いただきましてありがとうございました。ちょっと駆け足にはなってしまうんですけれども、今回ご登壇いただいた、ご省庁の方から、簡単に一言ずつ、最後に皆さん、学生の皆さんにメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。そうしましたら、デジタル庁の池田さんから順番にお願いいたします。はい、ありがとうございます。デジタル庁の池田です。本日は皆さんご参加いただきましてありがとうございました。まあ、今日ご参加いただいている皆さんは国家公務員に興味はあるけどまだいろいろ
知らないことが多かったりですとか、まあ、あの就職先とか悩んでいる方とかも多いのかなと思うんですけども、まあ、今日の説明を聞いて、まあ、何かあのデジタル庁とか国家公務員に興味を持っていただいたら嬉しいなと思います。またいろいろな説明会とかあのよければあの皆さんご参加いただけることを楽しみにしておりますので、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。続きまして国税庁、後藤さん、中さん、お願いいたします。はい、国税庁です。今日少しでも国税庁に興味を持ってくださった方は、ぜひ、国税庁、国税専門官の説明会に来ていただければと思いますし、今はまだ、どこにしようかなっていうふうに迷っている方は、ぜひいろんな、人の話を聞いて、自分の世界を、広げる機会だと思って、いろんな説明会に参加していただけたらいいのかなというふうに思います。で、その結果、もし国税庁の、門を叩いてくれることがあれば大変嬉しいので、ぜひ一緒に働けたらと思っています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、経済産業省、末政さん、長谷川さん、お願いします。はい。すいません。今日は短い間でしたけれども、ありがとうございました。やっぱりその経済産業省ってかなり仕事の幅が広いので、今日は本当に触りの触りっていう、機会だったんですけれども、ご案内させていただいた通りですね、個別の政策テーマに関する説明会であったりですとか、あとは採用担当1対1、だったり、まあ、少人数での座談会イベントっていうのも、ありますので、皆さんのお悩みやですね、関心、展示公演に応じてですね、今の説明会、参加しているので、開催しておりますので、ぜひ、参加をしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。失礼いたします。はい、ありがとうございます。続きまして、環境省、一位さん、お願いします。あ、ミュートになってしまってますね。あ、すいません。はい、ありがとうございます。あ、今日はありがとうございます。皆さんと一緒になるかもしれませんけれども、残りの期間でいろんなところを見て回っていただけたらなと思いますし、まあ、環境省は、例えば国立公園とか、実は身近なところにいろいろ環境に、関係するようなこともありますし、私たちの生活すべてが、まあ、環境問題に直結してますので、そういったところから興味持っていただいて、気楽に説明会とかしていただければなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて、最後にですね、原子力規制庁、高宮さん、お願いします。はい、すいません、斉藤の方からじゃあ最後一言いい。あ、はい、大丈夫です。お願いします。今日のイベントで原子力規制庁という名前を初めて聞いた方も多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、このイベントで原子力規制庁に興味を持っていただけた方がいらっしゃいましたら、ぜひ説明会とかインターンシップに参加していただけたら嬉しいですし、名前的に理系っぽいところもあるかもしれないんですけど、もちろん文系の事務系の方も採用しておりますので、ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです。お待ちしてます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そうしましたら最後にですね、アンケートのご協力をお願いいたしますということで、チャットにも今から、アンケートをお送りいたしますが、皆さんのこういった点が良かった、今回の説明会こういったところが良かったよとか、もっとこういう話が聞きたかったっていう話があれば、ぜひ、忌憚ないご意見いただければなと思います。はい。これで、じゃあ一旦、6回ですかね。あ、第5回です。大変失礼しました。第5回国家公務員ガイダンスを、終了とさせていただきます。皆さんありがとうございました。